系の野郎どこ行けるんだ。俺との一騎打ちはまだ終わっていないはずだ。禁断の一騎打ちではねえはずだ。はっ、なんでそこではないな。お前これから下声でやるらしいな。スエギラーズにできるのか。いつもスエギってんじゃないか、このスエギライダーが。悔しかったらスエギラーズ車庫入れやってみようじゃないかとか言ってみたらどうなんだ。なるほどな、TPK。 ハンドルを据え切らない方法のバックチューザーな。確かに据え切りはタイヤを痛めてしまうということもあり得る。俺も実際の運転は据え切らない方がいいと思う。任せておけ。望むところだ。やったんだ、やったんだ。教習指導員は職業ではない。彼自身そのものである。教習人間バカルバー。はい、では今からですね、左側に車が2台止まっている間に左向きにバックをしながら駐車していくという方法を、説明していきたいと思います。前回の動画でしたらですね、このポイントで、もう止まって、ハンドルを回してくれればいいですよと、俗に言う、据え切りというやつですね。止まった状態でハンドルを回して動きを少しずつ読み取っていきましょうというふうな形でお話しさせてもらいました。今回はですね、ちょっと一つレベルを上げていきましょう。据え切りの方法ではなくて、常に車を動かしながらハンドル操作をしていくというやり方で車庫入れしていきたいかなと思います。バックでの車体誘導っていうのが難しいっていうふうにお考えになられる方非常に多いんですけども、そんな方でも前進の運転ってどうですか。もう前進の運転っていうのはそんなに難しくない。交差点の左折右折、まあ、ちょっとした狭い道、右に左に曲がっていくとき、某ファストフード店のドライブスルーだとか、まあ、そういうふうなちょっと細い道を誘導していくときでもそんなに怖くないと思うんですよね。前進のときってこの大きい車体を頑張って誘導しているのではなくて、実は皆さんは前のタイヤをどのように誘導していこうかなっていうふうなことを考えながらハンドル操作をしているはずなんですね。じゃあ今回はバックでの車体誘導ですから、後ろのタイヤを誘導するというふうなことを考えていきたいかなと思います。今からでしたら左向きにバックしていきますので、左の後ろのタイヤを上手に誘導していくということを考えてみましょう。1個のタイヤを誘導することができれば、残り3つのタイヤは勝手についてきますんでね。対角線上のタイヤ、右の前のタイヤですね、外側に膨らむんですよっていうふうなことも考慮に入れて誘導しなくちゃいけませんよということを考えてください。もうこれはもう普通車だろうが中型車だろうが大型車だろうがもう全部共通ですね。運転中は対角線上のタイヤの位置っていうのをしっかりドライバーを把握して誘導した方がいいです。ですのでもうスタート位置に持っていくところからもう車庫入れは始まっていきます。ここで左側に寄りすぎてしまいますと、目標となる後ろのタイヤの誘導、最小回転半径、後ろのタイヤはハンドルをひねっても曲がることはありませんので必ず大きく曲がっていってしまうんですよね。ですので左に寄せれば寄せるほど車庫入れの難易度っていうのはちょっと上がるんだと思っておいてください。難しくなります。これもですね、狭いところは切り返しを活用して入れましょうねっていう私の過去の動画ですね、それを参考にしていただければいいかなと思います。で今回は1回で動きながら入れるっていうふうなことを考えますので、駐車スペースからやや離れた状況に持っていきたいです。ただ離れすぎてしまいますと、今右前方見てください。右側に白いフェンスがありますので、右の前のタイヤが膨らんでしまうっていうことも考えましょう。こちらの教習車の場合でしたら、前方左全開までひねった時には、まあ、右のフロントタイヤはおおむね1メートル弱、まあデータ的に言いますともっと短いんですね。1メートルも膨らまないんですね。外輪差の場合っていうのは、まあ、実は70センチほどっていうふうに、教習ではお伝えさせていただいてます。こちらのサイズの車両でしたら。でその最低限白いフェンスに対して70センチほど開けていきたいかなと思います。で前へ持っていく時なのですけども、 TPK の動画で、車庫入れロジックっていうのがありましたよね。斜めにしない車庫入れみたいなね、ちょっと余裕があって斜めにして持っていくことができるんであれば若干斜めに持っていった方がいいと思っておいてください。極力、前進で持っていく時に左の後ろのタイヤをオレンジ色の車の右
前方の角を誘導していくっていうことを考えます。まあ、プラスアルファ右前方の外輪さんのことは常に、考慮していってくださいね。でちょっと今回ですね、下が砂利になってますので、なかなかこうクリープ現象で、スムーズに動かすことができないので、私アクセル使っていきますけども、まあ車庫入れするときですね、車のスピードは絶対にクリープ現象以下の方が安全だと思っておいてください。まあ、ですので、もうアクセルはほぼ使わないというふうな形になります。で前方を前進していきながらですね、左のミラーを使っていって止めたい駐車スペースをもうミラーでまず把握できるようになりましょう。今回でしたら左のミラー見ております。で右の前方を近づきすぎない左のミラーで止めたい駐車スペースがしっかり映る位置まで持っていきましょう。じゃあ今からバックしていくわけなんですけども、私が今考えているのはもう左のミラーで映っているタイヤの逆側のところに自分が運転している車の左の後ろのタイヤのことだけを考えていきます。じゃあ周りの安全確認されて、右の前も大丈夫、後ろも大丈夫。じゃあリバースレンジに入れて下がっていくのですけども、ブレーキを完全に離すことはないと思ってください。ブレーキを完全に離してしまいますと車のスピードがどん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 速くなっていきます。クリープ現象でもですね、リバースレンジのスピードって相当速いんですね。力が弱くて、まあ、ですのでブレーキはずっと踏んだまま、つまり車庫入れ中はですね、外から見た場合はブレーキランプがずっと光ってる方がうまいドライバーなのかなというふうに感じていただいても結構です。もちろんうまいっていうのはスイスイできるっていうふうなうまいじゃないですよ。安全に特化してて上手だというふうなことですね。どれだけベテランになられても、どれだけスムーズに車両を誘導する能力があったとしても、安全っていうふうなことを最優先させますとブレーキはずっと引きずってる方が安全に特化していて上手いドライバーの運転かなというふうなことを考えていきますね。じゃあリバースです。で後方安全確認完了ですね。じゃあ今からはもう左のミラーだけを特化しています。左のミラーだけを見て、まずは動きながらハンドルをちょっとひねるわけですね。で動きながらハンドルひねっていくと、左のミラーの中で、リアタイヤの位置常に寄っていくというふうなことを考えています。そして隣の車が全く見えなくなります。隣の車がミラーの世界から全く見えなくなっていったっていうふうなことは避けたいんですね。つまりミラーの端っこ部分には常に、隣の車が見えてる方がいいわけですね。で徐々に徐々にハンドルを増やしていって、最終的にはハンドルはもう今全開まで来ましたね。で全開まで来て、TPK がおっしゃっていた、隙間理論というのがあります。隙間理論がありますので、隣の車に見えてる、隣の車との隙間があるんであれば絶対に左側の車にも当たらないわけです。当たらないというようなことが確信持てたんであれば、今ハンドル左全開です。で左全開切ったんであればもう左は大丈夫と確信してください。確信持てますので、逆のミラーを見ましょう。逆のミラーを見て、奥の方の今回でしたら青い車とぶつからないかというふうなことを考えます。うん、大丈夫です。ところが左側見ましょう。左側見ますと、左のミラーから隣のオレンジの車が見えなくなってしまいます。ということは隙間が空きすぎているってことなんですね。ハンドルを左に目いっぱい切るタイミングはまだ遅かったのかなっていうふうなことを考えていきましょう。もう左の隙間がたっぷり取れたっていうふうなことを確信持ってたので前進するわけですよね。前進しますので、動きながらハンドルを戻していく。で前進しながらもう一回左のミラーを見ていくと、ほら左のミラーまたオレンジの車はっきり見えるようになりました。隙間が狭くなりました。逆に右、隙間をしっかり広く取ることができるわけですね。じゃあここでもう一度バックです。バックですので、動きながらハンドルは左に引いていきます。左のミラーで隣の車が常に映っている状況です。先っちょですね、左のミラーの先っちょに映っている状況。右のミラーも見てください。右のミラー見ても隣、ミラーの角っこですよね。ミラーでの角っこに隣の車が常に映っている状態です。そして左右のバランスを考え、右も左も隙間が同じように車体誘導するわけですよね。であとはハンドルは微調節、もうちょっと右に逃げたいかな、左に逃げたいかなっていうふうなことも考えながら、最終的には車を平行にまっすぐ持っていく。でまっすぐ持っていくことができれば完了ですね。つまり動きながら右と左両方のサイドミラーも見つつ、サイドミラーの端っこに隣の車を同じバランスで映すように持っていく。
それっていうのが車庫入れのポイントというふうなわけですね。このサイドミラーを活用した車庫入れ、動きながらハンドルの強弱、増やす量、減らす量、微調整しながら持っていくっていうのが大事になるわけです。でミラーだけを使っていますと、しっかり平行にまっすぐなってるのかなっていうのはやや不安に感じることがあります。でその時は車庫の横に引っ張ってある白線、別に見てください。もうドア開けて見てもらっても結構です。うん、ドア開けて見た結果、この自分が運転してる車のボディのラインと横に引いてあるラインですよね、それがしっかり平行作れていれば OK ですし、あ、なんか右ちょっと近いよねなんていうふうに、そんなふうに感じたんであれば、まあその自分がドアパンチすることがない、ね、ドアパンチについては前回もお話しさせてもらいましたけども、自分がドアパンチする心配もないようにもうちょっと左の方寄っとこうかなみたいな感じで、幅寄せ修正してもらってもいいんじゃないかなと思います。クリープ現象をしっかり抑えて車のスピードをゆっくりにすればするほどハンドル操作の余裕を作ることができます。速度とハンドル操作のバランス、しっかり自分が分かっていれば車庫入れは難しくないですね。動きながらでも大丈夫です。むしろ動きながらの方が後ろのタイヤの動きを把握しやすいので、そっちの方が楽だと思います。ですので末切りの場合はもうポイントを決めて、タイヤの位置をしっかり把握して、ここに来たらこう回すっていうふうなことをお話しさせていただいたんですけども、実は運転が上手くなっていけばなっていくほど、バックだろうが前進だろうが動きながらのハンドル操作の方が絶対に簡単なんですよね。実際そうですよね。前進しながら交差点左折右折するとき、止まってここに来たからハンドル回して動いてってやらないですもんね。後ろのタイヤの位置、それをしっかり把握しておいて、そしてハンドル操作をして動きを読み取りながらハンドルの強弱ですよね、増やした方がいいのか減らした方がいいのか、でミラーの世界で隣の車との距離感を測って見えなくなってしまったんであれば絶対に逆カーが危ないわけです。ではそこで切り返しを活用すれば問題ありません。車庫入れなんか難しくありませんね。皆さんも挑戦してみてください。さあ、そしたら次はですね、右側の、オレンジの車と青い車、そこの間の駐車スペース狙ってですね、止めていきたいかなと思います。そうなりますと今度は扱っていただきたいのは、まあ、右のミラーになるわけですよね。考えなくてはいけないタイヤは、右の後ろのタイヤの誘導です。でプラスアルファ対角線上を考えますので、左の前ですよね、右の後ろと左の前、そのタイヤの位置関係だけしっかり把握すれば、車庫入れは全然難しくありません。ですので今回は前進するんですけども、確実に自分が運転している車の右の後ろのタイヤは青い車の、左の前のタイヤのポジションよりも前へ持っていくというふうなことを考えていきましょう。前進しながらクリープ現象の速さ早く、把握していきましょうね。ブレーキを完全に外したら結構速くなってしまうなと。じゃあずっとブレーキを踏み続けたまんまでですね、止めたい駐車スペースの様子見つつ隣の駐車スペースのライン確認します。そして、自分が運転する車の右の後ろのタイヤの位置を、まあ、ミラーの世界でも把握しながらですね前進するわけですね。そして右のミラーを見ますと、はい、止めたい駐車車両が両方見えるようになりますよね。ここでスタート位置に持っていくときにミラーの世界で止めたい駐車スペースをしっかり把握するんですが、青い車もオレンジの車も両方見えるようになる、そのスタート位置に持っていくっていうことが大事ですね。そして後方確認をして、シフトはリバースで誘導していきます。というわけで、スタート位置でしっかり右のミラーでですね、止めたい駐車スペースを両方映るように、まあ、特に、今からでしたら右のミラーの先端部分ですね、先端部分には隣の車映るようにしておきましょう。そして隣の車とのと自分の車との隙間、それをしっかり把握してるんですけども、この隙間を埋めていきたいわけですね。埋めていきたいのでハンドル操作は右となります。さあまずは動いてみましょう。さあ動いていってこの角度のまんま隣の車との隙間が埋まっていくのかどうかっていうことをミラーの世界で把握します。いや埋まっていきませんよね。埋まっていかないってことは動きながらハンドルをこう操作していくわけです。右へ、そして右へ操作していって動きつつ、おーおーおー、隣の車との隙間が埋まっていく埋まっていく、
埋まっていきながら、もうずっと隣の車もミラーの先端部分だけに映ってあるわけですね。今ちょっと ハンドルをちょっと増やしてしまいましたので、隣の車が大写しになってきます。大写しになるということは、このまま行くと、ぶつかってしまうわけですね。ぶつかってしまうわけですので、ハンドルをたくさん回しすぎてしまったわけです。ですので、隣の車がどん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 ミラーの世界に侵食してきてます。侵食してきているってことは、そのまま行くとぶつかるぞということです。ということは、今右にひねっていったハンドルは減らすっていう動作が必要になるわけですね。で、もしも侵食しすぎて、あ、これはもうダメだと、ハンドルを減らしてしまったら、また隙間を増やすことができるんですけども、車の角度を上手に作ることができないなって思ったんであれば、戻りましょう。一旦これは戻った方がいいです。一旦戻って、今回してたハンドルを一回ゼロに戻します。ゼロに戻して、もう一度動きながらアプローチし直しですよね。アプローチし直して、はい、その隙間を埋まっていくんですけども、ミラーの世界の先頭以上には隣の車は大写しにしたくない。ミラーの世界から隣の車なくなる、なくなりそうだけども、完全になくしてしまいたくないので、ハンドルは右に引いて追いかけるわけです。隣の車、隠れないでね、隠れないでね、追いかけてハンドルを増やしていく。うん、ミラーの先頭に常に隣の車把握できてる。じゃあ左のミラーはどうなんだ。左のミラーでも同じように見えてきている。じゃあこの時点でもう隣の車とはぶつかる可能性は全くなくなった。あとはもうまっすぐ向くまで我慢、はい、隙間考える、隣の車映っている、ミラーの世界で映ってる、左も映ってる、はい、感覚しっかり取れた。じゃあ平行作ろうよね、平行作ろうよね、まっすぐ作ろうよね、平行作ったね、っていうことですで、最終的にまっすぐ作ることができたんであれば OK なんですけども、ほんまに平行に作れてるかどうかがわからないであれば、もうドア開けて横のライン見てみてください。ちょっと斜めかな、はい、ちょっと斜めなんであれば動きながら、はい、前進、はい、前の部分合わせたっていう風な形です。今のはハンドルを回してる量、タイミングが早すぎた、早すぎたので、ミラーの世界でどん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 隣の車が近づいてきてた。見えたいのはミラーの外4分の1以上、隣の車がミラーの世界に侵食してきたんであれば、ぶつかる可能性があると考えていただいたらいいんではないでしょうか。ミラーの見え方の活用法、そしてミラーの世界で自社の車の動きを読み取ってハンドル回す量のコントロール、これをしっかり活用していければ、動きながらの車庫入れっていう風なものができると思います。皆さんも挑戦してみてください。簡単ですよ、簡単ですよ、簡単ですよ、簡単ですよ。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して、バカライダーの活躍を応援しよう。